代語訳北条記鴨の町名佐藤春雄役「川の流れは常に絶えることがなくしかも流れゆく川の水は移り変わって絶え間がない」「本流に現れる飛沫は一瞬もとどまることがなく」 現れるやすぐに消えてしまってまた新しく現れるのである世の中の人々の運命や人々の住みかの移り変わりの激しいことなどはちょうど川の流れにも例えられまた本流に現れては消え去る飛沫のように極めて儚いものである。 奏霊を極めた花の都の中にぎっしりと立ち並んでいる家々はおののの美しく高い田舎をお互いに競争し合っているこれらのいろいろな人々の住みかはいつの時代にでもあるもので決して耐えるものではないのであるがさてこういう奇践さまざまな人々の住みかのうちに 不変のものを見いだすということはできるものではなく昔のままに現在までも続いているという住処はほとんどなく極めてまれに昔の美しさのあるものを発見するのがすこぶる難しいことなのであるこの辺に美しい立派な住処があったのだがと見てみると もうその家は去年焼けうせて亡くなっていたりする。またこんなところにこんな立派な住処はなかったのにと思ってみると前の貧しい家は焼けうせて現在はこれほどの立派な住処になっていたりするものである。このように昔お金持ちであって立派な美しい住処に住んでいた人が 今は見る影もなく落ちぶれて昔の住みに比べれば掘ったて小屋同様の住みに住んでいたりするこんな運命が人々の歩まねばならないものなのである昔からの知り合いはいないものかと見てみるとそうした人はなかなかに見つけることができなくて ところも昔のままのところであるのにまたそこに住んでいる人々も昔のように多数の人々が住んでいるにかかわらず10人のうちわずかに23人しか見いだすことができない有りさまであってまことに人々の歩むべき運命の道のあまりにも変天極まりないのを見ると感動に絶えないものがある。 人間のこういうい運命、明日に生まれては夕べに死していかなくてはならない儚い運命変天極まりない運命こういうことを深く考えてみると全く結んではすぐに消え消えてはまた結ぶ水流の歌方のごときものではないかと思ったりする。 本流に結びかつきゆる飛沫の運命それが先ずるところ人々の歩むべき運命なのである一体多くの人々がこの世に生まれ出てくるのであるがこれらの人々はどこから来たものであろうかそしてまたどこへ行ってしまうのであろうか などと考えてみるとどこから来どこへ行くかという問いに対して答えうるものはどこにもいるものではなくどこから来てどこへ行くかは永遠に解くを得ない謎であって人々はこの謎の中に生まれそうして死していくのである水に浮かぶ泡が 結びかつ消えるようにかくはかなく得を得ない運命を歩まなくてはならない人々はまたこの世において何を楽しみ何を苦しんで生きているのであろうか泡のごとくに消えなくてはならないわずかの人生の中でどんな仕事に面白みを見出し また、どんなことで苦しんでいるのかと、多くの人々の答えを求めたとすれば、各種各様に答えが出て、決して一つのものにはならず、結局何を苦しみ、何を楽しんでいるのか、また何をなすべきかなどということも、一つの永遠に解きえない謎になってしまうのである。 長い年月の間に火事のために地震のためあるいは他のいろんな返事のために立派な美しい家がなくなってしまったりまたお金持ちの家が貧しくなったり尊い地位にあった人が卑しい身分に落ちぶれたりするこうした人々やその住みかの移り変わりの極まりないことは あたかも朝顔の花に置く朝露とその花とのようなものである。花は露の住みである。露は朝顔の住人である。露が先に地に落ちるか花が先にしぼんでしまうかどちらにしても所詮は落ちしぼむべきものである。 梅雨が夕日の頃まで残ることはなくまた朝顔とても同じこと朝日が高く昇ればしぼむべき運命なのである人々と人々の住みも所詮は朝顔に置く朝露と朝顔の運命とたどらねばならないものである。 どちちらが先に落ちぶれるか、それはわからないが所詮は落ちぶれるものなのである。自分はこの世に生まれて早くも四十年という長い年月を暮らしてきたのであるが物心がついてからいろいろと見聞きしてきた世間のことには全く不思議なものが数々あるのである。 これらの多くの見聞きしたものを少し思い出して書いてみることにしよう。昔のことではっきりとは覚えていないのだが確か安元三年四月二十八日くらいであったと思うが風のものすごく吹いている日でついには大嵐となった日のことである。 京都の東南部の何がしの家から折りやしく火が出たのである何しろ強風の吹きすさぶ時であったからたまったものではないたちまちのうちに火は東北の方へと燃え広がっていったそしてついには朱雀門や大獄殿大学寮民部省などの重要な建築を 一夜のうちにことごとく怪人としてしまったこの大火の火元の坊家というのは後の調査によると樋口富野工事にある住処で病人の住んでいたものであった燃え上がった火炎は折からの突風にあおられあおられてそれこそ 扇を広げたような形になって末広がりに広がっていった火元から遠くにある家々は猛烈な煙のために全く囲まれてしまって人々は煙にむせび呼吸すら全く自由にはできないありさまであった炎上している家々の近くの道路は 火炎があふれ出てくるために人々の通行を全く阻止してしまった都の大空は延々と燃え上がる炎のために夜は火の海のごとく真っ赤でどれだけ強い火がどれだけ多くの家々を燃やさんとしているかを物語っていたまた一方風はますます強くなるばかりで 一向に静まりそうにもなくその強風は時々火炎を遠いところへ吹き飛ばしてまた新しく火事を起こしてますます火事は広がっていくのであった嵐と火事の真っただ中に囲まれた今日の人々は全く半狂乱でそのなすところを知らずというありさま。 みなもう生きた心持ちもなくただただ自然の成り行きに任せて見ているよりしかたがなかった何をするなどという頭はまるで働かず呆然自失全く手の下しようがなかった吹きつけてくる煙に巻き込まれた人は呼吸を止められてぱったりと倒れ 人事不正になりまた吹きつける火炎にその身を巻き込まれた人々はすぐにその場で尊い一命を奪われてしまうこともあまたであったこんな混乱と危険との間を幸いにもかろうじてその生命を全うして無事に脱出し得た人々でも自分の住みかから大切な家財道具を持ち出すことはまるで不可能で 大切な家財が皆火炎のために怪人とされてしまうのを目の前に見ていたそれでいてどうすることもできなかったのであるこのようにして焼け失せてしまったもろもろの家財道具あるいは宝物その中には定めし先祖伝来 伝来のものもあったであろうにそれらのものの値はどれだけであったか考えてみることもできないほどに莫大なものであったろうと思われるのである。苦行の屋敷がこの度の大価のために16という多数も焼け失せてしまったほどであるからまして身分の卑しい主張人たちの屋敷の焼け失せた数は 数えることもできないほどに多くあったことと思われるこの大火は今日の町の3分の1というものをわずかの間に灰にしてしまったのである数多くの人々がこの大火のためにその尊い生命までも落としているのであるこれらの中には青年少年で 将来どれだけ偉大な仕事をやったであろうと思われる人々も少なくなかったであろうに惜しいことをしたものである人間でさえこんなことになったのであるからまして畜生である馬や牛の焼け地にしたものは数知れずあったわけである人間は本来 いろんな愚にもつかないことをするものであるがとりわけ今度のように一朝にして全てを怪人に帰するというような危険性の多分にある都会の中にあって一朝にして灰となる運命も知らぬげに自分の住みかに大層なお金をかけてああでもないこうでもないといろいろと苦心して立てることほど。 まぬけな愚かしいことはないとしみじみと思い当たったこうして苦労して建てても一朝火炎に見舞われればすぐに怪人となってしまうのであるのに全く建物にお金をかけたり苦労するほど馬鹿らしいことはない自称四年の四月の頃には また、大きなつむじ風の起ここっったた。とがあった峡谷のほとりに起こって六畳の辺りまで吹いたものであった全くものすさまじい勢いのもので三四朝も吹いていく間にぶつかるところの大きなうちでも小さなのでもどんなうちでもほとんど覆したり破壊したり破損したりしたものであった。 それほどすさまじい勢いに吹き募ったことであったつむじ風に巻き込まれてそのまま地上の上にぺしゃんこに倒されてしまったものや桁と柱だけが残って障子や壁はすっかり吹き抜かれてしまったものもあったそうかと思うと門を吹き飛ばして四五兆も先に持って行ってしまったり柿を吹き飛ばしてしまって 林家との境を取りのけてしまって庭続きにしたりして方々に飛んだ悲劇を起こさせた家々にあるいろんな家財道具の類も根こそぎにすっかり空に吹き上げてしまった屋根を覆っているところのひわだ吹き板の類はちょうど冬の頃に木の葉が風に舞い上がるように乱れて空に吹き上げられた。 煙が都の空を全く覆ってしまったのではないかと思われるほどに都の空には塵やほこりが舞い上がって天日ために暗きを感じたほどであった人々の話し声などは荒れ狂う強風のために全くかき消されてしまって聞こえるどころの騒ぎではなかった都の町々に聞こえるものは ただ風の吹き荒れるすさまじい音響のみであったその風の荒れる様のすさまじさはまるで伝え聞く地獄の壕の風が現実の世に吹くのかと思われるほどのものであった吹き倒された家破損された家それら家々の無残な様子は全く目も当てられないほどである。 また、住みなどの破損した場所を修繕しようとして外に出て仕事をしているとそこへ何か大きなものが吹きつけてきて哀れにも不具者となるというような人々も数多くあったまことに気の毒な人々であるこのつむじ風はまた西南の方へ向かって動いていってそこに住んでいる人々に対しても 前同様にいろいろな損害を与えて人々を悲しませた春夏秋冬を通じて風が吹かない時はないものであるがいつもの風は風情のある心持ちの良い風であるのに今度の風はすさまじい風で数多くの損害を人々に与えたのである。こんな風は 何年かの間に一度とあるか無きかの風であってまことに珍しい例外とも言うべきものである。今度の大惨事のことを深く考えてみるとこれはきっと天の神様が地上に住む人々に対して一つの警告として与えてくださったものだと考えざるを得ないのである。 自称4年6月頃の出来事であったのだがにわかに都が他の場所に移ったことがあったこのことが非常に急に不意打ちに行われたので都の住人は驚きかつは狼狽したのであった大体いい京都に都が定められたのは佐賀天皇の御時であった。 もう既に404年も経っているのであるから何か特別の事情のない限りはそうやすやすと都を改めるなどということはあるべからざることなのであるだから人々はどんな特別の事情があるのかと心配してその心配のあまりに平和であった人心が乱されてしまったのもまことに無理からぬことではあった。 けれども人々の心配も何もあったものでなくついに天使様はもとより大臣苦行たちも皆ことごとく新しい都である福原へ移転してしまった世に重要な地位を占めて働いている人々はもう誰一人として古い都の京都に住んでいる人はいなくなってしまった。 暗い人心を極めることを唯一の希望とも理想ともする人々や天使様の応募へのめでたいことを願っている人々は一日も早く古い都を捨て去って新しい都の福原へ移り住むことを一途に心がけたけれども世に取り残されて暗いもなく何らの望みも理想もない人々は この出来事に対して悲しみ憂えながらも古き都を捨てえずに寂しく残っていたのである好意高,高官の人々富裕な人々のいなくなった古き都のありさまはあまりにも物寂しかった軒並みにその美しさを争っていた堂々たる住処は日が経つにつれて だんだんと住む人もなく手入れも行き届きかねて荒廃し果てたまたその住処の中には打ち壊されて福原へといかだに組まれて淀川に浮かべ送られていったのも多い壊れた屋敷の跡は見ている間に畑になってしまった誠に 昔の面影すら見るすべもないありさまであったこんな大きな返事は人心にも多大な影響変化を与えずにはおかなかった見る見るうちに都会人としての優雅な気持ちはすっかりなくしてしまったそんな気持ちがいろんなところに現れたものであるがまず昔のように 義者などに公家たちが乗ったのももうそんなものには乗らずに武家風に馬に乗ってその敏昇なところを好むというようなところに現れてきたこれを見ても昔のごとく優雅なのんびりとした風はなくなってしまったまたその所領の望みでも今は平家に縁故の多い西南海の所領を 人々は目指したけれども信徒に遠く離れた東北の荘園は誰も望むものはなくなってしまったこのように全てのものが変わってしまったのである私はふと偶然のことから摂津の国の福原の新しい都のありさまを見る機会を得たのでその状態を述べてみると まずその広さというものは京都に比べると実に狭いもので京都に倣ってその市街を五番の目のように区画することさえできない有りさまなのである北の方は山になっていて高く南の方は海に面して低くなっているそして海岸に近いので波の音が絶えず騒々しく響いてくるのである 海から吹いてくる潮風が事のほかに強いところであまり恵まれた土地ということができない有りであるさて最も重要な皇居は山の中に建てられてあったふとその建物を見て斉明天皇の朝倉の安宮の木の丸殿もこんなのではなかったかと思えて 考えようによっては存外に風情があって風変わりなだけに価値のあるものであるかもしれないとも思われたこういう新しい皇居の終わり様、ま、新しい都の状態であった京都の方では毎日毎日引っ越しに人々は忙しかった多くの住まいは壊されてはいかだに組まれて 川を下って運ばれるので差しもに広い淀川もいかにも狭いように思われるほどいかだでいっぱいになってしまったこのようにして多くの家が福原へと運ばれているのであるが福原の土地を考えてみるとこちらから送られたほどには家が建っていないからまだまだ空いている土地が多くあった。 一体あれだけ川幅が狭く見えるくらいに送られた家はどこに建てられるつもりかまたどこに建てているのか一向に見当もつきそうにはないのであった京都はますます日々と荒れ果ててゆくそして新しい都福原が 都として完備するにはまだまだ引かずが必要なのであるこんな時世の間に住む人々の心持ちの落ち着くを道理もないまるで青空に浮かび漂う雲のごとくに風のまにまに動いてまことに不安定そのもの人々の心は暗かった元から福原に住んでいた人々は 新しくお天使様と一緒にやってきた肝心たちのためにその土地を奪われてしまって嘆き悲しんでいる。また新しくやってきたそれらの肝心たちは自分たちの住みかを建てなくてはならないのでその面倒な仕事のために苦しんでいる。また新しくやってきたそれらの肝心たちは自分たちの住みかを建てなくてはならないので。 そのの面倒な仕事のために苦しんでいるどのみち好もしいことどもではないのであるふと往来を行き交う人々に目をやってみると牛舎に乗るべきであるところの尊い身分の者がそんな者には乗らずに馬に乗ったり遺憾包囲を着ていなければならないはずの大宮人たちは信仰の勢力にこびて 武家の着るはずのひたたれなどを着て大宮人の優美な風俗をなくしてしまいそうしてついには都らしい優美にガチのある風俗はみるみるうちに亡くなってただもう田舎めいた荒々しい武士と少しも変わるところのないまことに情けないありさまとなったほのかに聞き伝えるところによると 昔の聖天使様の御世にはご政治の中心点は一般庶民を憐れむというところにあったようである。民草たちが貧乏のために苦しんでいる時とか何かの返事のために苦しんでいる時などは尊貴の恩味であらせられながらご自身のお住まいの皇居のことなどは少しもお構いなさらずに軒の葉に不ぞろい中屋の葉が出ていても それさえおきりにならせられずにその上に民草が食べるお米のない時には年具さえも免除されたほどなのであるこうした御子とは世を平和におめなされたいというかたじけない近江心から出るのであってありがたいものなのであるところが現在の有りはどうであろうかやれ都の移転だとか何だとか言っては 人心を平和に収めるどころか不安のどん底に陥れているありさまではないか。もっともこれは清盛が無道の極端な戦王の現れなのであるが何にせよ昔の聖天使様の御代のことを考え合わせてみると実に覚醒の間に耐えぬありさまはまことに嘆かわしいことである。 幼話の頃の出来事であったと覚えているが何分にも古いことではっきりした時は言われないのだがその頃の二年の間というもの実にひどい飢饉のあったことがあった実に惨憺たるありさまを呈したことがあった春から夏にかけての長い間に一滴の雨すら降らず 毎日毎日の日照り続きで伝畑の作物は皆枯死してしまう有様さまであったそれかと思うと秋になると大風があったり大雨が降って大洪水になったりして全く目も当てられない様子で穀物などの収穫はまるでなくただいたずらに田を耕し畑に種をまいたのみで。 その甲斐はなく、秋の忙しい借り入れ時には何もすることがなく、全くの前代未聞の災難が起こったのである。だから一年分の米もなく、食物もないありさまである。食物のない先祖伝来の土地の生活。 それれは苦難の連続でなければならなけばらいだから人々はその先祖代々住み慣れた土地を見捨ててしまって諸国を放浪して歩いたりするようになった。またある人々は家や高地をまるで見忘れたかのように見捨ててしまって山の中に入り込んで暮らしたりしていた。 山の方がまだまだ木の実などの食物があったからであろうと思われる。こうしたまことに惨憺たる状態にあっては人々は自滅の道をたどるよりほかに道がないと天使様の方でもご心配にならせられていろいろなご祈祷や特別に霊源新たかなと言われている素法などを執り行わせられたものであるが。 一向にそのしかっったのであった元来京都の人々は何事によらずその物資の供給を全て田舎から受けているのであるからその供給者である田舎が天才のために物資が全然取れなかったのであるから京都の人々はもちろん物資の不足を告げるようになってきたのである。 京都は全く物資の供給者を失ったことになったのであるこうなると困るのは京都の人々である第一に食物を売ることができないそれでその食物を売るためにとうとう恥も外分もなく家財道具を捨て売りにしてはお米を持っている人々のところへ買いに行くのだけれども高物資の不足している時に 大事なお米は売れないとあってとても高い値でなければ売ってくれないこういう状態だからどれだけお金があっても宝物があってもどうにもならない有りであるだからだんだんと日のたつにつれて小じきどもが多くなってきて道端にいっぱい群がって時期を乞うその哀れな叫び声が 道に道あふれて聞こえてくるようになってきたのであるしかし要は元年もこのような惨憺たるありさまの中にどうやら暮れてしまったのである明けて要は二年人々は今年こそは物資の豊かな平和な世に立ち直るものと期待していたのであるがその期待は見事に裏切られてしまった。 というのはこういう飢饉の惨状の上にまたその惨状を上塗りするかのように疫病が流行しだしたのである人々の惨状は目も当てられずますますひどいものとなっていったのである元のような平和な世はどこへ一体行ってしまったのかと恨みたくなるくらいであった 人々は飢饉で弱っている身に疫病の難にかかり多くの人々はその生命を落としていった一方物資の欠乏はますますひどく人々は苦難のどん底に落ちていったこのありさまはちょうど水の少ないところにたくさんの魚を入れたようなものであった 所詮は皆その生命を奪われる悲しい運命にあったのである。ついには相当な身分の人たちでさえ、毛はに足を包み、顔を傘に隠して、恥ずかしさを忍びながら軒並みに時期を越いながら歩くというありさまになった。このように時期を越いながら歩いたとて、時期を与えてくれる家とてあろうはずがないので、 人々は疲労困憊その極みに達してしまって今そこを歩いていたかと思うと直ちにばったりと倒れてその尊い命を落とすということはもうごく普通にありうるといういとも哀れな状態にまでなってしまっただから街路にはどこへ行っても行き倒れた哀れな人々の死骸が見いだされた あちらの土塀の前こちらの門の前というように全く目も当てられないありさまだったその上にこれらの餓死し行き倒れた人々の屍を取り片付けようとするものがないので日が経つにつれてだんだんと屍は腐っていって形が崩れ悪臭はふんふんとして町中にあふれていたのである。 町がこのような状態なのであるから鴨の瓦などに至っては実に数多くの屍がいっぱいにあふれていてそのために牛舎や馬舎の通る道すらもないというひどいありさまであった山へ行って滝木を取って これを都の人々に売ってその日の暮らしを立てている先民や木こりたちは上のためにもはやその毎日毎日の仕事すらできないのである。そのために都の人々は滝木が不足してきたのである。だから全くのよるべのない独り者らは自分の住みかを破壊しては滝木にこしらえて。 これをき木に困っている人に売ろうとするのであるが一人が町に出て売ってくる代価だけではその人一人すらの生命を保つだけの値にもならないという悲惨なありさまであるそれにもまして機械というか哀れというかまことに変なことがあったというのはこうしてき木の不足を補うべきものの中に 立派な塗りのしてあるのや金銀の箔のついた材木が時々混じっていることであったこれはまことに機械旋盤といろいろと考えてみるといよいよ上のために困った人々が売るべきものは皆売り尽くしてしまったものだから寺院の中へこっそりと入っていって仏像を盗んできたりお堂の道具をむしり取ったりして それをたき気にして売りに出したものだということが分かってきたのである。物資の欠乏が書くまでに人の心を濁らせるものかと安全たるものがあった。こうした大変な世の中に生まれあわしたばかりに楽しかるべき人生にこうした悪辱の姿を見なければならないのはまことに情けないことである。 世を挙げての悲惨な中にもまして最も哀れであるのはお互いに愛し合っている人々の運命である。相愛の夫婦深く愛している夫を持ち妻を持つ人々は自分はとにかくとしてまず愛する夫へ愛する妻へとなけなしの食物すらも与えるのが人情である。 こうした人々は必ず深く愛する者が先に餓死しなくてはならないのはあまりにも明白なことである。このことは親と子の間には最も明白に現れるのであった。親を愛さない子は世にあるとしても子を愛さないところの親はないはずである。だから親は 必ずその得た食物を子供に与えてしまうので、親は必ず先に餓死しなくてはならないのである。まことに、最も強き愛は、親の子に対する愛と言わねばならない。こうした返事の時には、最も明らかに現れるのである。 母親の乳房を求めて泣く子供がぼうに見られるのであるがすでに母親は死しているのにその屍に取りついて泣く赤ん坊の痛いたいけな姿はこの世での地獄といっても決して言い過ぎではないような気がするのであるまったく今日の町々は昔の平和はどこへやら 今は生きながらの地獄のせめくにあっているありさまであるその頃、忍仁和寺に「竜行法院」という出家があったこの人はあまりにも悲惨な世の中のありさまを見またかくも多くの人々が日々に死していくのを嘆き悲しむのあまり何とかして死した人々に仏縁を結ばせてやりたいものだと発願したので 毎日毎日町を歩き回って屍を発見するたびにその額にあの字を書いて極楽往生を念じたのであったこうしてあの字を書いて成仏させた人数はどれほどあったかというと4月と5月の2ヶ月の間にあの字を書いた死骸の数は都の一条よりは南 九条よりは北京極よりは西朱雀よりは東のその間だけでも驚くなかれ全て4万2 3 0余りもあったというのだからどれだけ大きな返事であったかということがわかることと思われる2ヶ月という短い間にさえこれだけの死者を出しているのだから ましてその前後において死している人々の数を入れて考えてみると莫大なる数になり都の住人のすべてが死したのではないかとさえ思われたかもしれないその上に河原や白川や西の京の死者をもそれに加え全日本の死者の数をも加えていったならば全く再現もない途方もない数になったのは 言うまでもないことであるその昔須徳天皇の御代の長唱の頃にもこのような飢きのあったということを私は聞いているのであるがその時の状況は目の当たり見たのではないから全く知らないが今度の飢きは目の当たりにその惨状を見せられていかに飢きのひどいものであったか今度のは 全く刑務の珍事であり前代未聞のものであることには違いなく全くもって何とも言えぬ哀れな出来事であった同じ頃の出来事なのであるがもう一つその上に大きな地震という災難に見舞われたことがあったその地震というのが今まであったどれよりも強く 従ってまたその被害も常日頃のようなものではなく実にひどいものであった大きな山は地震のために崩れてきて下に流れている川を埋めてしまったり海の水は逆行して岸辺に上がりさらに人の住みかのあるところまで流れてきたりしたほどであったまた土地が2つに割れてその間から水が湧き出してきたり 大きな岩がゴロゴロと谷間に転げ落ちたりしていやもう大変なものすごさであった海に出ていた船は地震のために大波のために木の葉のごとくに翻弄され道を歩いている人々や馬や牛などはひょろひょろとしてその足場を失って倒れたりする始末で大変な騒ぎであった。 都にあるところの立派な家や大きな家や小さな家は一見として満足なものはなく全てが倒されてしまっている神社や仏閣なども数多くその立派な建造物を倒されているありさまである完全に倒されたのや半分倒された家々の辺りにはまるで盛んな煙のように塵りや灰が立ち上っている。 地面が揺り返しの地震に揺れたり大きな家が倒されたりするときには雷様の鳴るような凄まじい音がするのである人々は落ち着くところもなかった家の中にいれば今にも家が押しつぶされはしないかと心配でじっとはしていられないし外へ走り出れば地面が割れてくる始末どこにも行きようがなかった もしも空へ逃げることができさえしたならば一番よいのだが情けないかな人々には羽がなくてそれすらできずまことにまた飢金以上の情けない哀れな状態というべきだもしもこの場合龍にでもなりえたならば雲に乗って昇天するという手も考えられはするのだが 情けないことには竜ではなく人間なのだからどうすることもできないありさまである。世の中には恐ろしいものは他にもいくらもあるのだけれども地震の大きくて強いのほど恐ろしいものはないものだとつくづく悟ることができた次第である。人々の落ち着き場所もなくなるほどに強く激しく振動するところの地震は。 しばらくの後に病んでしまったのであるがその後に来るところの余震というものはなかなかにやみそうもなかったその余震さえもが普通には誰でもが驚くほどの強さのものでこれくらいのが日に230度は必ず起こったのであるしかしだんだんと日がたち10日過ぎ20日過ぎとなっていくうちに 差しもにひどかった余震もだんだんと度数が少なくなり間を置くようになってきた日に45度の少なさになり23度になってついに1日おきになり23日に1度とだんだんに少なくなってはいったものの大体において三月というものの間は余震がずっと続いていたのである火水風は 絶えず人々に災害を与えているものであるのだが大地はあまり災害を与えるものではないものなのに今度ばかりは地と見当違いにひどく大きな災害を与えたものである今度の地震と昔の最高の年間にあった地震で東大寺の大仏様の頭を地に落としたといって騒いだ時のと比較してみても。 今度の地震から見るとそんなのは物の数でもない小さいものなのであったそれほどに今度のはひどかったのであるこのようにいろんな災難に遭遇してみると人の生活というものがいかにつまらなく人生そのものさえ味気ないものに思われてきて せめてこの世にいる間だけでもとお互い愛助け合い気持ちよく私利私欲をむさぼることなく暮らしたいものだと人々は考えるようになってきた少しは濁っていた人々の心も打ち続く災難のために改まったのであろうけれども人々の心持ちなんてあてになるものではなく だんだんと日がたち月がたち年がたつにつれてそういった大きな災害のあったことなどいつの間にか忘れてしまってお互いに助け合うのお互いに私利私欲をむさぼらずに気持ちよく暮らそうなんていう気持ちはもうどこへやら行ってしまってまた元の私利私欲のみを考えるようになり 嫌な世の中にだんだんとなっていってしまったまことに情けないことであるすべて世の中は無情であってなかなかに住みがたいところであるということは常述の通りでありまた自分自身の運命のはかなく頼りないことも同じでありその住みかさえ いつ何時どんな災害に見舞われないとも限らないのも同様のことである。まして人々はその上に住む場所や身分に応じて世の絆の拘束のためにどれほどに悩んでいることか知れやしない。このように世の中は難しく住み難いところなのである。 一方には自然の災害があり一方ではお互いが愛し合うこともなく一人一人が勝手に暮らしているこんな世の中は全く地獄も同然と言ってもよいのだ住む場所にしたところで家のぎっしりと詰まっているところの狭い町の中に住んでいるとしたならば ひとたび猛火に遭遇した場合には必ずその災いを受けなければならないのだしそれが嫌だと言ってずっと町を離れた田舎の方に住むとして火災の難は逃れるとしてもちょっと外出したり散歩したりするにも道路の悪い田舎道を長く歩かねばならぬという不便なこともあるし。 あまり人里離れた場所ではしばしば盗賊に襲われるということも覚悟しなければならないのであるこれでは落ち着いた暮らしもできたものではない剣性のある者はその現在持っている剣性では決して満足していないでもっと強い剣性をと望んでそのためにいろいろと苦労をするのだしそれかといって 何らの権勢もなく身分も低くて孤独なものは人々の軽蔑の対象となって苦しまなければならずまた財産があまりにたくさんあると日夜盗賊に襲われはしないかと心配して夜もあまり落ち着いては寝られないであろうしそれかといって貧乏であってみればその日の食のために日夜心配し苦労しなければならないであろうし ここれもまた相当に苦しいことである。それかといって人のお世話になっていれば自分自身はなんだかその人の奴隷のように扱われて苦しまなければならないかといって人に情けをかけて世話をしてやるとしてもまたその情けに引かされて一苦労しなければならずなすことすべてがこのありさまでは苦痛の種となってやりきれやしない。 世俗一般の人々が普通にやっている生活の法則道徳律などを守って生活しようとすればどこかに空虚なところがあって本心からこれで満足だと思うことがなくて苦しいしそうかといって普通の人々の生活を全く離れて自分の思っている通りに生活すれば自分の本心は非常に満足に思うのであるが。 世間の人々から狂人扱いをされて、これまた苦しまねばならないのである。こう考えてみると、どんなことをしても苦しまなくてはならない世の中にあって、自分は一体、どうすれば苦しみもなく、落ち着いて暮らすことができるかと、全くわからなくなってくる。何をなし、どこに住めば、一体私の心は、 永遠の平和を得、本心の満足を得、落ち着いて生活することができるのであろうか。つまるところは、私はまだまだこの属性に執着を感じているのではあるまいか。もしそれだとするならば、この属性を逃れることが、最も私の生活に満足を与え、平安を与え。 落ち着きを与えてくれれるることにななのかもしれない私は父方の祖母の家督を継いでその家屋敷をも受け継いでそこに住むために祖母の長く住んでいた土地に長くいたのであるが家族のものに先立たれたりいろんな不幸が打ち続いてあったためにすっかり私は元気を失ってしまい。 ついにはそこに住んでいるといろんな過ぎ去った不幸を思い出すので嫌になってとうとうその土地を見捨てる決心をしてしまったそうして自分はもう俗世では決して満足が得られないのでこれをも捨ててしまって人の来ないところに小さいいおりを作って住むことに定めたのである。 その時私はちょうど30歳であった。このいおりは祖母から受け継いだ家と比較すればその10分の1くらいのものでまことに小さいものであった。それでもその中に自分の今だけは作ることができたのであるが住処と名付けるだけの部屋を作ることはできなかった。ささやかな間書きを作ったけれども こここれを飾るるととろの立派やかかななは作ることができなかった。竹を柱にして車を入れるところを作っていたがこのいおりは少し風が強く吹きでもすると吹き飛ばされはしまいかと心配になりまたその上に雪でも荒れ狂ったならばいつ押しつぶされてしまうかわからないというような。 まことにもって危険千番な建物なのであるその上に河原の近くに位置しているために洪水が出たとすればひとたまりもなく押し流されてしまう危険がありあまりに人里離れた土地ゆえに盗賊の心配また大変なものであるこうして属性を逃れてきても 色々な「心配はは常に耐えるるものではないのででないある心配事や苦しいことばかりが世の中には多くて少しも落ち着いて暮らすこともできずまことに住みがたい世の中だ嫌な世の中だと何だと不平を言いながらも私はすでにもう30年という長い間この苦しい 辛い世の中に耐え忍びながらも住んできたのであるそしてその間にあったいろいろな出来事や嬉しいことよりも悲しいことの多かったこと思いがけない災難にあったこと失敗したことなどによってしみじみと自分の運命の情けないことを悟ることができたそれでもまだまだ全く世を捨てることはできなかったのであるが ついに50歳の春には、まったく家を捨て、苦しい世を捨て、まったくの頓声を決心して、それを実行したのである。もとより私は孤独の身で、妻や子はないのであるから、そうした家族の愛に引かされるということは全然ないのだから、そういったことには全然悩まされることもなかった。 また好意交換や尊い感触やたくさんの俸給などというものには全然用事のない身であるのだから何一つとして俗世に引きつけられるようなものもなく大変に楽に世を捨てることができたのである。こうして全くの頓生の生活を人里離れた大原山の雪深いところに送るようになってから。 もう長い間の時が経ち何回かの春秋を送り迎えしたわけである。もう弱いも六十近くになりあともう余命いくばくもない時になってから一つの新しい住まいを作って住んだことがあった。ちょうどこれはついに雪くれた旅人がやっとの思いで一夜の宿りの場所を見つけてほっとしたようなものであり。 またこれは年老いた蚕が眉を作ってこもるようなものでまことにはかないものではあるが何か心楽しいものではあるのであるこの新しい住みかは以前に作って住んでいたものに比べればその百分の一にも及びもつかない小さいものではあったこういうふうにだんだんと年を取っていくにつれて 自分の住みかまでがだんだんと狭くなっていくなんだかいかにも自分の運命そのもののように思われて寂しい現在自分の住みかはどんなものであるかというと世間に普通一般に住みかと言われているものと比較すればそれはもう住みかということさえできないような茶地なものであるが これで自分一人が住むにはまことにそう応していて心持ちの良い住みかであることには間違いはないのである。広さはわずかに一乗四方という小さなもので高さもそれに相当して七尺に満たないものなのである。一体私はどこに住まなくてはならないという考えは全然ないのであるから。 ここが良いとかあそこが良いとかなんてことは少しも考えないでただ気の向くままにどこへでも土台を組み屋根を組んで板と板との継ぎ目には掛け金をかけるのみでいたって粗末なものではあるがそれだけはいつでも気の向くところに至って簡単に立てられるという便利があるのである。だから立ててしまってからでも。 そこに何か気の向かないことでもあればすぐに壊してしまって他の場所へ移っていくのである。他の場所へ移るにしても少しの費用しかいらないのである。せいぜい車が2両ばかりあれば結構なのでこの車の仮賃え支払えば労力は自分でできるのだから至ってやすやすと引っ越しもできるのである。 現在の日野山の草庵を立ててから後にその草庵の東側に粗末ながらも三尺余りの日差しを取り付けて日よけにしてその下で芝を折ったりするのに楽なようにした南には竹の縁側をこしらえたり北に寄った方に障子を隔てて阿弥陀様の絵像を安置してそのそばに不言様の像をかけ その前に橋を置いた。西の端には物を置くのに便利なように赤棚を作ったりしていろいろと住居らしい設備をしていった自分の寝床には東の端にわらびの穂を取ってきて敷いておいた西南の方には竹の釣り棚を作ったり それは真っ黒な川の籠三つばかりを置くためでありその籠の中にはいくつかの和歌の書物や音楽の書物または往生要集などの抜き書きしたものが入っているこれはつれづれなる折に読みかつ慰めにするためであるそのそばには折りごとと 次びわと名付けてある琴と琵と琶とを一針ずつ立てかけておいた上述のごときものが現在の私の住まいである住処の周囲の景色はどんなものかというと南の方には石で作ってある水たまりへ水を引くための家系が作ってある毎日の必要な品である滝木はすぐ近所に森があるので 少しも苦労することもなく集めてくることができるのであるすぐそばには富山という山があるのであるがこの山への道にはマサキカズラが一面に生い茂っていてまったくその道を埋めてしまって登るのには少し困難を感じるようである谷間にはうっそうたる草木が茂っているので少し暗さを感じるほどではあるが 西の方はからりと打ち開けているので裁縫にあると言われている浄土のことや仏様のことをそちらの方を向きながら黙想するにはまことに良い場所である。春は藤の花が谷間に一面に咲いて紫の雲がたなびいているようでまったくうっとりとするような景色が西の方に見られるのである。 夏が来ればホトトギスがしきりとあのあいせつな声で鳴き昔の人の言ったように死での旅路の道案内をすると言われているこの鳥の鳴き声はなんだか自分が死んだ時には必ず道案内をして極楽往生をさせてやると約束しているように聞かれてまことにうれしく感じるのである秋は日暮が山一面に鳴き出して 私にその悲しげな声を聞かせてくれる。その声は私にこの世の儚い運命に対する非課を聞かせてくれるような気がしてなんだか物悲しく物思いに沈ませるのである。冬になると前山雪に覆われてしまう時が時々あってしみじみと雪の山の美しさを味わわせてくれるのである。 また降った雪がだんだんと消えていってなくなってしまったりまた降って積もったりするのを眺めていると人間の罪悪というものもちょうどこの雪のように積もっては仏様の大きな御心によって清めてなくなったりまた罪を犯してまた清められたりするありさまを思い出さずにはいられないのである。毎日毎日日 仏様にお念仏を申しているのであるがどうしてもそれが億劫になったりまた仏様への度胸が大義でしようのない時には自分から怠けてみたりお念仏も度胸をしない時さえもあるのだがそうしたといったところでここには誰もいないのだから怠けたことを恥ずかしいと思うような友もいないものだからつい怠けてしまうのである。 こうした人里離れた山の中にたった一人で暮らしているのだから自然に無言の行をしなければならないのだしまた自分から必ずしも仏のおい増し目を守ろうと努めているわけではないのだがこんな山の中では仏様の戒律を破るような誘惑は全くないのであるから自然と戒律を守ることになってしまうのである」。 何も聖人君子になろうとしているのではないけれども、話す相手とてもないこんなところでは、自然と無言の行をなすことになり、また自然と仏様の道を行うようになってしまうのであって、何も自分からの助力でこうなったのでは決してないのである。あまりに退屈で仕方のないときには、丘の矢のあたりを通る船を眺めては、 船の後に残る泡の消えたり現れたりするのを見て人間の運命の儚さを考えたりすることもあるまた故人の万社身が行ったところの風流をまねて歌を詠んでみたりするのであるまた夕べともなって夕風が桂の木に当たってさやさやと木の騒ぐ時には 公の遊戯式を思ったりするのである時には桂大納言にまねて「秋風」という曲を琵琶で弾いたりすると松風の音がこれにまるで忘るように聞こえてくるのである「流泉」という曲を弾くと谷間を流れる水の音がこれに忘るかのように聞こえてくるのである。 私の琵琶を断ずる技能は決して上手であるとは言えないのであるが誰のために弾くということもなくただ自分で弾いて自分で楽しむのだからこれで十分なのである。自分はその曲を弾いて爽やかな気持ちになって落ち着いて自分の生きていることを楽しみ山の孤独の寂しさを慰められればそれで結構なのである。 草案から少し行った山の麓に一つの小さな小屋があってそこには山番の人が住んでいるのであるそこには一人の子供がいてその子供が時に私のよりを訪ねてきて私と話し合うのであるまあ私のよりのただ一人の客人と言ってもよいのである話すことも別段になく それかと言ってなすこともない時にはこの子供を友としてそのあたりの山を商用するのである。その子供は実際歳で私は60の坂を越している年寄りではあるが年こそ違っているけれども2人で山を歩いてお互いに楽しむということには少しも差し支えはなく全くの良い友達同士なのである。 ある時には山を歩きながら草花を取ったり岩なしを取ったりするのであるまた時にはぬかごを拾ったりセリを積んだりする時もあるのであるそんなことにも飽きた時には山麓まで行って他にあるところの落ち葉を拾って穂組を作ったりするのであるまたあまりにお天気のよい和やかな日には峰に登ってみて 遠くふるさとの空を眺めたり小幡山伏見の里鳥羽日柏などの辺りを見渡したりするのであるこうした景色の優れた山々は誰といってこれを占有する人がないので心いっぱいに楽しむのには何の触りもないのでまことに心楽しいことである心が朗がらかであって 少しも歩き疲れるということのない時には遠くへ行くこともあるのであるそんな時には炭山を越えて笠りを過ぎて行って岩間の神社に参詣をして石山にもお参りをすることになっているのであるもう少し遠くの方にある淡津野原に行って古にしえの蝉丸の住んだと言われている刈屋の廃墟を訪ねて セミ丸の霊を慰めたり田中見川の彼方にあるところの猿丸太夫の墓所にお参りすることなどもあるのであるこうした遠出の帰りには季節季節に従って春は桜の花の小枝を折り返り秋は楓の一子を折り返るまたは一束の枝を一籠の木の実を取って帰って仏様にお供え申したりまた 自らの食料にしたりするのである月の美しくさえわたった夜には月光を美しくさす窓辺によって昔お互いに付きあった古い友達のことを思い出しながら悲しげに月に叫ぶ猿の鳴き声を聞いたりすると思わずも涙の目に浮かぶことさえもある草むらにいる蛍の明かりは まるで牧島のかがり火ではないかと思われるばかりにたくさん谷間に輝いていて私の寂しい心を慰めてくれるしまた明け方の眠りを覚ます暁の周囲はなんだか木の葉を吹き散らす嵐のように思われたりするのでなんだか物寂しくその音に聞き入るのであるほろほろと鳴く 野の,の鳥の鳴き声を聞くにつけても今の一声は父の声ではなかったかそれとも母の声ではなかったかと疑ってみたりして昔父母のいますころの生活を懐かしく思い出してみたりするのであるこんなに山深く住んでいると同じく山深くに住む鹿などがなれなれしく の近くまでやってくるのを見ても自分がどれだけ俗世から遠く離れて暮らしているかということを示されたように思われて何かしら寂しいような感も抱かれたりすることもある60余りの老朽に入ってみると夜の眠れないことが時々にあるのだがそうした時の唯一の楽しみは 炭火をかき起こしてこれに温まるのが何よりである。こうした時には炭火でも大切な友達になってくれるものなのである。別に恐ろしいことのあるというほどに山奥でもないのであるけれども陰気なフクロウの鳴き声を聞いたりするとなんだか心寂しく哀れさをしみじみと感じさせられて。 勘に絶えぬ「こともなないいではないこのように山の中の形物は春夏秋冬それぞれに面白みのあるものを与えてくれてなかなかに尽きるものではない。まして私たちよりも内省の深く知覚の鋭い人々であったならば私の感じたもの以外にもまだまだ面白みのあるものを発見して。 これを楽しむことができたであろうけれども私のようなものでは以上のようなものしか楽しみを見いだすこともできずなんだか身を哀れに思うのである私がこうやって山の中に入って住むようになってからはや五年の月日がたってしまった月日のたつにつれていよりも所々が破れ損じているし 軒下には落ち葉が深く積もっているしそしてその葉は朽ちるに任せてあるのだまた苔が床の上にいっぱいに生えるようにさえなった今日からの時々の風の頼りに尊い身分の人たちの多くが亡くなられたということを聞くことがあるのだがそれと同じように身分の卑しい人々も たくさんんに死ででいるる。こととあろうと思われる多くの住処がたがたびの火災のために焼けうせたという話を聞くのであるがこの卑しい自分の住処だけは火災にも合わずまことに平和なものである。どのように狭いものであったところで夜の寝床はあるのだし。 昼の所見をしたりするところもちゃんとあるのだから自分自身が住む上には何らの不便も不足も感じないのである宿狩りが小さい貝の中に住むのもきっと自分の身の程をわきまえてのことで宿狩りには小さい貝が相応した住みかなのであるまたミサゴが人を恐れるのあまりに 波の荒い海岸にいて人々を近づけないのである。ヤドカリやミサゴのように自分は自分なりの小さい住処に住みそうして世の中の儚さ自分の運命の哀れを知って世を離れてこうした山の中に住み富も求めず位も求めずにまして 俗世間と交際あるようなこともなくミサゴやヤドカリが自分自身だけの平安を楽しむようにただ一人で何の不安もなく暮らしているのであるすべて世の中の人々が家を建てる目的はほとんど自分自身のためでは決してなく親のためだとか妻子のためだとか 他の家族のために建てるというが普通である。または他人への見栄のために建てたり、主君や師匠のために建てたりするものなのである。財産や宝物を入れるために建てたりすることもあって、決して自分だけのために建てるということはないものなのである。ところが現在の私の建物は純粋に 私自人のために建てるといったところで私にはすでに両親はないのだし妻や子供すらもないことだしまた一緒に住むような友達もなく使用人も置いていないのだし全然今の境遇では家を建ててやるような人はいないのであるから結局自分自身のために建てることになったのである。 現在の世の中においては人の友達になるためにはまず何よりもお金持ちでなければならずそしてその人に慣れ親しむということでなければならず必ずしも情に深くて素直であるということは必要とされないのであるからこのような軽薄な友達付き合いをするくらいならばそれよりも山の中にいて自然を友とし音楽を友として。 その日その日を暮らすのがどれだけに良いことか知れやしないのである。また人の使用人になろうとするような人々はまず給料の多いことを望み何でもお金になるところへのみ行きたがっている始末でかわいがって情けをかけてやって養ってやっていても給料が少なかったりすると決してそこには使われていることは承知しないありさまなのである。 これでは人を使ってかえって苦しまなくてはならないのである。そこで使用人を使わずに自分自身を使用人にするのが一番に良いことなのである。多少はそうすれば厄介なこともあるけれども人を使って苦しむよりはどれだけ良いかも知らないのである。歩かなければならないことがあれば自分の足で歩くことにするのである。 そうすれば多少は苦しいことではあるが、牛車や馬車に乗って気を使うよりは、どれだけに楽であるか知れないのである。私の身は、二つの使用人を兼ねているのである。一つは手で、これは召使いの用をしてくれるのだし、一つは足で、これは乗り物の役をしてくれて、どちらも私を十分に満足させてくれるのである。 こうした,ために自分の体が苦しくなってきたら使うのをやめて十分に休ませてまた丈夫になったら使うことにしているから決して無理をするということはないのであるだるくなって歩くのも仕事をするのも気が向かない時でも何も気に病むことはないのであるまして毎日働いたり歩いたりすることは この上ない身の養生となることなのである。だからどうしても何もしないで怠けているというわけにはいかないのである。歩いたり自分の身の回りのことを他人の手を借りるということは明らかに一つの罪悪でなければならないのである。異色のことについても同じことが言えると思うのである。富士の衣、 朝のヤグといったようなもので着るものは十分に間に合うのであってそれ以上のものは不要なものなのであるまた延べにあるツバナや峰にあるイワナシの実などを取って食べていればそれで十分に生きていけるのであってそれ以上はまた不要なものなのである他の人々とは全然交際しないのであるから どんなに貧しい身なりをしていたところで誰も何とも言うものでもないのだしまた食物の至って乏しい山の中であるのだからどんなにまずいものでもおいしく食べられるのであるこうして今の自分の生活を書いてみるのは何も他の止める人々にこうした暮らしをせよと言って教訓するのではなくただ自分が まだ属性を捨てずに属性に住んでいた時の生活と今の生活とを比較するために書いてみたまでのことなのであるこの世の中というものは心の持ち方一つで苦しい世の中にもなり楽しい世の中にもなるものである精神がもし安心立命の境地に立っていなかったならばどれだけお金があり 立派な住処に住んでいてもそれは何にもならないのであってやはり苦しい暮らしをしなければならないのである今自分はこうして寂しい山の中へ来てただ一間しかないところの狭い家に住んでいるけれども精神はまことに平安で毎日毎日を非常に楽しく暮らしているのであるその上に このように粗末な住処だけれど私はこの住処をこの上もなく愛しているのであるたまたま都の方に出て宅発をするのであるがそんな時には自分がこんな小じ坊主になったことを恥ずかしいとは思うことがあるのだけれどもこの小さな自分の住処に帰ってみると俗世の人々が 浮世の妙利にのみ執着して暮らしているのを考えてみるとそれらの人々が哀れにさえなってくるのである。が私がこんなことを言えば人々はお前は夢のようなことを言うと言うかもしれないがしかし魚や鳥の生活を深く考えてみると良いのである。魚は一生を水の中に暮らして 少しも水に飽きることがないまた鳥はその一生を林の中で送ることを願っているのである。この鳥の気持ちや魚の気持ちは魚自身鳥自身でなくては知ることができないのである。私もそのように山の中で世を離れてただ一人住んでいるこの心持ちは 本当にそうした生活をやってみなくてはわかるものではないのである山の中の環境の楽しさ寂しさなどには属性では味わうことのできない深い味わいのあるものであって本当に実践した人でなくてはこの味はわかるものではないこの味は好意好感に上るよりもお金持ちになることよりも 数頭ましで私には良いことであり楽しいことなのである。さて私の一生ももう余命行くばくもなくして死での旅路に出なくてはならないのであるがもう現在では何も今さらに嘆くことも悲しむこともないのである。仏様の見教えは 何事に対しても執着心を持つなとあるのだが今こうして心静かに楽しく住みえるこの山の中の草庵を愛することさえ一つの執着心の現れで罪悪なのである私は仏様の世界から見れば何ら価値のない楽しみをごたごたと並べ立てて無駄な時を過ごしたものである 物静かな夜明け方にこうした真理を考え続けていき自分の心持ちを深く反省してみると自分がこうして浮世を逃れて山の中へ入った最初の目的は何だったかといえばそれは仏様の道に精進しようとしてやったことなのであるがそれにもかかわらず自分の生活というものを考えてみると 外見は成人のようではあるがその心持ちはまだまだ成人には遠く及びもつかないもので全く俗人のごとくに濁ったものなのである私の住みかは昔の結馬孤児の法上の暗室をまねて立てたのであるが自分の行いや信仰の上においては 一番ろどんだったと言われている仏弟子の「首里半読」のものにすら劣っているではないか。そしてこの原因はあまりにも貧しい苦しみをしたのでそのためにあまりに苦しんだから思うように修行ができなかったのであろうかまたは煩悩があまりにも強かったがために心が狂ったのであったかなどと。 自分がどうして誤入できえなかったかと自問自答しても何らの答えも与えられなかったそれでただ口絶の力を借りて南無阿弥陀仏と二三度仏の皆を唱えてその加護をお祈りするまでである。 時に剣略二年弥生いつごろそう連院が富山のいおりでこれを書き記したものである。